集まれ学生の大群&おいでよ豆粒の大群名古屋公演ありがとうございました。ありがとうございました。初めてのね学生限定と2回目のファンクラブツアーでした。おいでよ名古屋、楽しかったですね。久々だったね、デイトラグさんね。実力を惜しくて作るツアーぶりだったので、すごく懐かしい気持ちと、今回はスタンディングでもあったので、すごく距離が近くて楽しいライブでした。楽しかった。次のイベントは15日、ワクワクシットツアー東京公演があります。イエーイ！ビッシュさん、エンパイアさん、ワグ、どの、何人？4グループ。フォーマンってある。でも4グループでライブします。はい。そして私の対象としてのまたライブとツアーは大阪でね、次は土日ありますので、土曜日がリリースイベント。で今回は梅田の違うとか、そうなんだ、いつもと違うので、ね、ちょっと違うので、あのみんな気をつけていただいて、ちゃんと場所確認、ホームページでお願いします。こちらまで日曜日はこれのこれ集まれ学生の大群おいでよ豆粒の大群大阪公演があります。イエーイ。なんとね、そこのね会場もあれぶりだよね、そうです。実力がしっかりと、いや、マジでさ、クロちゃん来たよね。あ、大阪来たわ。実力が、あ、そうだ、そうだ、一緒にもらったね。懐かしい。クロちゃんのプリンとケーキも、そうだ、ケーキもらった。また思い出の地に足を運ばさせていただきます。来てくれる皆さん、一緒に楽しみましょう。それでは、バイバーイ。